バンコクイエローライン、残りのフォアマークからラプラオの区間が全線開業しました。今日は残りの区間の様子を見ていきます。
Yeah.
に到着いたしました。沿線の様子はまだまだこれからといったところですけれども、ラップラオとシーナカリンの沿線については、快適性が向上したのではないかと思います。どんどん便利になるバンコク、これからが楽しみです。それではまた。